今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博樹さんです。島津さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。明日の天気はちょっと心配なんですよね。雪。そうですね、もともと午前中だけだったのに、時間を追うに従って、夜にっていうか夕方の方にも、内陸の方は ね来てたので、今受験シーズンですからね。ああ、そうだ、そうですよね。交通の乱れが、ちょっと心配 ではありますね。そうですね、はい、確かに電車にも遅れ出たりしますもんね。そうなんですよね、まあ、そのあたり大学もある程度は、配慮はしてくれるんでしょうけれども、まあ、それでもね、そうですね、限界はあるでしょうから。限界はありますし、結構山の方に、はい、あれ中央大学、中央大学です、ですよね、中央大学だと山の方にあるから、八王子ですからね。そうですよね、雪が、私受けた時、大雪の日だったんですよ。そうでしたか、はい、大混乱、はい、大混乱ですよ、やっぱり。だから、この都心のところはもちろんなんですけど、はい、最近大学って結構あ、ね、その山山間部って言ったんですけど、はい、結構ね、ある時代から郊外の方に来ましたもんね。そうですよね、大きな土地を確保できるってことだから、そういう意味ではね、あっち側で試験あったりするとますますリスクは、高いので、ね、気をつけていただきたい、はい、ですからね、早めのこの、まあ、情報とあと準備ですね。そうですね、このあたりを怠りないようにしてください。だってこれまで頑張ってきたのにね。そうですよね、こんな気象でね、なんか人生左右されるのもあれはなんて思いますもんね。まあ、それだけじゃなくていろいろその他にもね、人生決めることあるんですけど、はい、やっぱりトラウマになるっていうかね、はい、嫌な気持ちになってしまいますからね、はい。はい、さて、全国で相次ぐ強盗事件めぐり、警視庁はですね、今日未明フィリピンの入管施設に収容されていた指示役とみられる渡辺優樹、小島智信両容疑者の身柄の引き渡しを受け、特殊詐欺に絡む窃盗容疑で移送中の航空機内で逮捕しました。2人を乗せた航空機は今朝羽田空港に到着しています。おとといには4人のうち藤井誠也容疑者と今村清人容疑者が先行する形で強制送還されました。4人はルフィなどと名乗り、入管施設から実行役に強盗の具体的な指示を出していたとみられます。警視庁はフィリピン当局から提供を受ける4人の携帯電話などの解析、これを通じて詐欺事件の捜査を進めるとともに、強盗事件への関与も追及して組織の実態解明を図るとしています。改めてになりますけれども、島津さん、この事件どうお感じですか？いや、まあ、特殊詐欺ってもう、ね、ずっと流行ってるというかね、はい、まあ、社会問題になってると思うんですけども、もう国内だけじゃなくて、やっぱりこうやって海外からね、やっぱりやられるとなかなか足取りっていうのかな、なんか、いや、そうですね、つかみづらいし、はい、これもずっとそうなんですけど、指示役と見られるってずっと報道されてるだけで、本当のところはだからまだよく分かってない、分かってないですね。だからやっぱ、もともと分かりにくい事件の上にこうやって国境をまたぐとなかなか捜査、ね、はい、しにくいんだろうなということで、こう野放しになりやすいので、ね、私たちもすごく気を引き締めていかないと、はい、本当にいつ巻き込まれるかなと。本当そうですね、思いますね。で、こうした中、東京狛江市の住宅で先月90歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、警視庁は実行犯グループの3人を特定しました。捜査本部は明日にも強盗殺人容疑などで数人の逮捕に踏み切る方針です。一連の広域強盗事件が明るみに出る発端となった狛江事件での実行グループの摘発は初めてです。で、広域強盗事件の解決へ向け、テレグラムの解析が一つの鍵と目されています。2013年にロシア人によって開発された匿名性の高い無料通信アプリのことでして、テレグラムはシークレットチャットという機能を使うと、送信側と受信側の端末からメッセージを指定の時間内に消去できるという特性があります。端末間でのやり取りとなるため、サーバーには記録が残らないとされ、警視庁の幹部もシークレットチャットの復元は非常に難しいと打ち明けます。テレグラム、ウクライナのゼレンスキー大統領らがメッセージを発信する SNS として使用していたことから、日本で広く知れ渡りました。それが犯罪の温床として、強盗事件や特殊詐欺事件の受け子への指示などに悪用されているということなんですけれどもね。
まあ、便利なものはやはり悪事にも利用されてしまうということなんですね。そうですね、まあ、ちょっと怖い話ですし、はい、まあ、逆に言うとやっぱりその情報が抜き取られたりするとか、ほら、はい、中国に保存されたりとかっていうことでずっと話題になっていたので、そういうのを避けるためにこういう方がいいっていう、ね、気持ちはあるんでしょうけど、まさにおっしゃる通りで、はい、便利な裏には当然こういう怖い側面というか、あるんだなということですよね。はい、時刻6時12分です。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博樹さんです。ニュースピックアップ、こちら日経新聞、デジタル赤字 4.7 兆円、日本の企業や個人が使う海外の IT サービスへの支払いが急速に膨らんでいるというニュース。 IT 大手が提供するネット広告やクラウドサービスなどの利用が増え、デジタル関連の国際収支2022年に 4.7 兆円の赤字となりました。デジタル分野の競争力の弱さが経常収支に響き、物の輸出で稼ぐ力にも陰りが出てきているため、産業構造の転換が欠かせないという声もあります。島津さん、このあたりはどうご覧になりますか。まあ、これ産業構造をどうやって転換するかっていう問題になると、はい、なんとなく政府が何かしなきゃいけないような形になる話になりがちなんですけども、まあ、重要なのはだから民間が自由に競争できるような状況を整えていくことと、はい、まあ、そのためにまず第一段階としてデフレから早く脱却することってことなんですよね。はい、で日本があれだけデジタル分野でそこそこ強かったというか、うん、まあ、結構強かった、はい、でそれが弱っていく理由ってやっぱり無理な円、ね、あの強い円が素晴らしいみたいな、はい、まあ、直近でもまあそういう話出てますけども、やることによって、まあ、あの競合する韓国とかよりも、はい、そのまあ、価格競争力が失われていて、でそれが結果として投資の少なさに、まあ、つながって、うん、研究開発とかにもつながっていって、はい、あるいはその海外に工場が出ていく形になって弱くなってきたということですので、まあ、そういうその変なあの、まあ、言説、論説っていっぱいあって、はい、なんか円が強くないとダメだみたいなのが結果的にそういうことを生み出してデフレになって従来強かった分野が悪くなっていってるので、はい、もちろん政府の支援を否定するわけ全面的に否定するつもりないんですけど、まあ、最初やっぱりデフレ脱却して、はい、できるだけ自由で、まあ、そういう研究開発をできるような環境を整えさせるっていうのが、はい、まあ、重要ってことだと思うんですよね。そこが一番大事だってことなんですね。うん、そうなんですね。でこの経済構造の変化を映し出す国際収支で目立ってきたのがデジタルサービスの海外への支払いで膨らむデジタル赤字。2022年の赤字額は 4.7 兆円で5年前の 1.9 倍です。サービス収支のうちデジタルトランスフォーメーションに関する通信コンピューター情報サービス、ネット広告などの専門経営コンサルティングサービスなどがあるそうです。で日本は物の輸出で稼ぐ力を落としています。半導体などの電気機器、2022年の輸出輸入がそれぞれ17兆円とほぼ同じ金額でした。かつては貿易黒字の稼ぎ手だったわけなんですけれども、輸入の超過が迫るということなんですね。これね、まあ、そうですね、はい、だからやっぱりそうやって競争力落ちてきた結果としてこういうことが起こってきているということですね。はいはい、続いてはこちら、毎日新聞、貿易立国日本どこへ。財務省が発表した国際収支速報によりますと、海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支が去年の通年で11兆4432億円の黒字でした。黒字幅は前の年からおよそ半分にまで縮小。かつての貿易立国が変容して日本は海外経済頼みとなっています。拡大する貿易赤字を海外への投資などの収益でカバーする構図が定着していると。日本はかつて海外から安い原材料を輸入して付加価値をつけた製品として輸出をする。貿易黒字が当たり前で、それが経常黒字国としての地位を確立していました。まあ、そんな日本の貿易が変容しているということなんですが、島田さん、こちらはどうですか。まあ、その貿易収支もそうなんですけども、はい、あんまりこの黒字か赤字かってそのこと自体はあんまり重要ではなくて、はい、もっと言うとその経常黒字とか貿易経常黒字あるいは貿易黒字が、はい、大きいことっていうのはむしろ国際的には収支の不均衡を生んでいて、はい、あんまり実はよろしくないんですよね。だからトントンぐらいっていうのが実は一番いいと、はい、いうことなんですよね。で、はい、その中でじゃあ改めて考えたときにどういうことかというと、その日本はやっぱり内需がずっと弱いと言われてきていて、内需で
稼げないというのが、まあ、少しずつ最近では観光の話なんかもあって、まあ、そういう力も少し見えてきましたよねと。で、まあ、それで収支がトントンになればいいんですけども、はい、まあ、先ほどご紹介した通りやっぱりその日本の価格競争力というか、まあ、競争力がこうずっとデフレ下で損なわれてきた結果として、はい、今の状況になってきているというところが問題で、まあ、日本として内需で稼ぐということをやりつつ、どういうふうにその外需の部分、輸出のところを伸ばしていくかというところが、まあ、今後ポイントになってくると思うんですけども、それはさっき言った通りやっぱりとりあえずデフレを脱却しなきゃいけない、まずはデフレ脱却、はい、しなきゃいけないし、自由にそういう、まあ、研究開発をしていくような、そういうような環境を整えていかなきゃいけないということだと思うんですよね、はい、まあ、研究開発にこのお金が注げるようになればそれだけ技術も進歩していく、はい、そうすれば、まあ、おのずと海外から、まあ、オファーというかね、はい、需要が来るということなんですね、これはね、はい、でデフレが続いてるとなかなか研究開発費って払えませんので、はい、やっぱりデフレを脱却してそういう研究開発費に回すお金が、まあ、余裕が出てくる、パイが膨らんでいく経済っていうのが必要になるということだと思いますね、はい、で経常黒字の縮小は国力にも直結すると、90年代以降は国際的な物流ネットワークの拡大や現地生産の増加で輸出が伸び悩みました。2011年の原発停止に伴う燃料輸入の拡大で貿易収支は赤字に転落、16年以降は黒字を確保していましたが、まあ、去年はウクライナ危機に伴う資源価格の上昇、円安の影響で大幅な赤字に転落しています。政府はこうした現状に危機感を強めているということなんですけれども、まあ、先ほど島津さんご指摘の、まあ、貿易収支ってのはトントンぐらいが一番いいんだということなんですが、まあ、この政府が現状に危機感を強めている、じゃあ何を打つ手としてあるのかってことなんですが、このあたりはどうですか。まずいい加減な議論に巻き込まれない、まず最初のだって90年代以降、ね、その現地生産の増加でっていう話は、はい、これまさに円高があって、はい、日本から出ていかなきゃいけない企業が増えたっていう、でなぜそんなことが起こったかというと、よくわからないけど強い円が素晴らしいんだっていうことを、うん、はい、なんか一方的に騒ぐ人たちが、まあ、いっぱいいて、まあ、今もいますけどね、はい、まあ、その実際のファンダメンタルズとか実力に合わない円の強さを賛美する動きがそういうことを生んだんですけども、まあ、それに振り回されましたと。で今度はその原発停止っていうのは原発が悪いんだと、全ていけないんだっていうことで、まあ、停止しに行ったことによって、はい、今回、まあ、危機が起こった時に、まあ、エネルギー価格が上昇した時に、まあ、その影響を受けていると。ちょっと前に日経新聞さんが報道してたと思いますけども、はい、今度の電力料金の改定の時に、原発を稼働している方が相対的に価格が安く行われ設定されていて、原発が稼働していないところほど高い価格、電力価格になってるっていう、まあ、その事実があるわけですよね、だから短期的なそういう議論ではなくて長期的にどうすべきかっていう視点とか、あるいはそういうちょっと変な議論をする人たちの議論についてはついていかないと、はい、そういうことを続けることが、まあ、まず第一歩、打つ手というよりはその打つ手について正しい打つ手をきっちり打つということですよね、はいはい、その前の段階なんですね、はいはい、時刻6時20分です。時刻6時32分になるところです。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博樹さんです。読売新聞からです。アメリカのバイデン大統領、おとといの一般教書演説で次期大統領選挙の再選の出馬を睨んで政権運営の実績をアピールしました。アメリカ議会は上下両院の多数派が異なるねじれ下にあります。でアメリカ上空に飛来した偵察用気球をめぐる対応に注目が集まる中、対中国政策など外交面では共和党への配慮も目立ったということなんですが、まあ、この一般教書演説ですが、島田さん、これはどうご覧になりましたか。まあ、今あった通りですね、はい、対中政策のところでの、まあ、共和党への配慮もあるんですけども、今アメリカでほぼ唯一党を問わず、はい、民主党側でも共和党側でも一致した意見がある話ってあんまりないんですよ、はい、予算の話もそうですし、まあ、例えばウクライナ支援についても、まあ、金額をめぐって少し温度差がありますし、はい、というところなんですけども、中国政策だけはどっちも一致して非常に、まあ、高波的にというか、あまり慣れ慣れしくやってられない、これまでと違う形でやっていかなきゃいけない、ならないと見ているので、はい、まあ、そういう意味ではそのねじれ下にある中で、まあ、唯一
る超党派でいけそうな話を打ち出すことによってこのねじれ下で混乱するのを避けたいという、はい、まあ、避けようという、まあ、そういう思惑があるという、まあ、そういう内容だったと思いますね。まあ、先日お伝えしましたけれども、あの中国とアメリカの貿易っていうのは意外な額はあるんですよね。あ、そうですね。ね、安全保障の面はそれは厳しくなってます。はい、それ以外のところでは穀物とかね、はい、輸出輸入とかやってるんですね、結構ね。まあ、やってますね。まあ、米中間、まあ、それは中国の経済がやっぱり世界第2位ですので、はい、どの国にとっても、まあ、重要な貿易上のパートナーにはなってるわけなんですが、それと同時に特にアメリカにとっては、まあ、ライバルというか、これまでアメリカが中心となって作り上げてきた今の国際秩序に対する挑戦者という、はい、まあ、位置づけになっているので、まあ、それ以外のところではやっぱりなかなか友好ムードだけでは難しいという関係にあるということですね。そうですね。まあ、昨日のこの一般教書演説の中でも、まあ、対中国に関しては敵というよりはライバルでいたいんだみたいなね、うん、こんな発言もしてました。2024年の大統領選挙での再選に意欲を見せるバイデン大統領ですが、国民の期待それほど高くないと言います。ワシントンポストと ABC が2月3日に発表した調査によると、バイデン大統領の支持率 42% にとどまって、バイデン大統領が誇るこの経済政策支持するという回答は 37%だったと言います。これこの数字どう評価されますか。まあ、やっぱりちょっとインフレが高くなってしまっているので、ここに対するまあ評価がまあまり高くないというところがまあ一番効いてるんだろうなと思いますね。はい、でそれ以外のところで言うと、まあ、経済政策もさることながら、やっぱりちょっとご高齢なところというか健康問題がずっと言われていて、はい、そこに対する不安がまあ高まっていると。で一方で共和党の方は、まあ、トランプ大統領がもともと出るかと思われてたんですが、最近トランプ大統領よりももっと若い今の知事とかですね、はい、そういう話が出てきているので、やっぱそこと比べた時にどうしてもフレッシュな別に年齢だけではないと思うんですが、はい、まあ、政治家に対するこうフレッシュなものを求めるっていう、まあ、気質はアメリカ特に強いところがありますので、まあ、そういう意味でもちょっとなかなか支持が高まりにくいなということなんだと思いますね。あ、まあ、いずれにしてもでも来年なんですよね。そうですね、来年アメリカ大統領選挙どうなっていくのかですね。はい、また後ほどお話伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博樹さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。毎日新聞から、東京オリンピック・パラリンピックのテスト大会に関連する業務の入札をめぐる談合事件で、組織委員会の元次長や広告大手電通の元幹部ら4人が本大会の運営業務などを含めた総額400億円規模の事業を対象に不正な受注調整を行っていたとして独占禁止法違反の疑いで東京地検特捜部に逮捕されました。東京大会めぐっては汚職事件に続いて今度は談合の疑いで組織委員会の当時の幹部が逮捕される事態となり、一連の事件で電通から逮捕者が出るのは初めてです。で、東京地検特捜部などによりますと、4人は東京大会の各競技のテスト大会の計画立案業務の入札や本大会のですね、運営業務など総額400億円規模の事業を対象に不正な受注調整を行っていたとして独占禁止法違反の疑いが持たれています。で、関係者によりますと、各競技ごとのテスト大会の計画立案の委託先を選ぶための入札、2018年に実施され、電通など9社と1つの共同企業体が総額5億円余りで落札しました。で、しかしそれらすべての企業がその後随意契約を結ぶ形で同じ競技の本大会の運営業務などを総額およそ400億円で受注したということです。まあ、この話なんですけれども、どういう感想を島津さんお持ちでしょうか。古い業界というか、はい、この公的な部門との癒着って過去にもずっとあって、はい、金融業界もありましたし、まあ、建設業界もありましたし、ただまあそれが、まあ、デフレ感の中ということもあるかもしれませんが、まあ、いろいろまあ報じられて次々とまあなかなか難しくない、まあ、引き続きまだそういうところが報じられることって散発的にまだどの業界もありますけども、はい、まあ、どちらかというとだんだん減ってきたんですが、やっぱりまあ手つかずだったというか、長いこと、まあ、そういう癒着みたいなものが疑われてたんだけども、あまり明るみにならなかった多分業界っていうのはこの広告業界で、はい、まあ、ついにそこまで
そういう慣習の見直しっていうのが、ついに、そこまで来たなっていう感じですよね、はい。今回もこの入札などをめぐってですね、元次長らが逮捕された談合事件なわけなんですけれども、元次長は当初競技団体と懇意にしている事業者に随意契約で業務を発注したい、内部で主張していたことが関係者への取材で分かったといいます、こういうふうにこう少しずついろんなことが分かってきてる。そうですね。良かれと思ってやった部分もあるんでしょうけれども、やっぱちょっとそういう時代じゃなくなって、他の業界はみんなそういう慣習を見直せさせられてきたわけですから、当然この同じようなことが、こういう業界でも起こってくるということだと思いますよね、はい。さあ、それではここからですね、島津さんにこのテーマで話を聞きます。日銀総裁の後任人事、ポスト黒田がやるべきことは。今年4月8日で2期目の任期を終えます日銀黒田総裁の後任選び、こちらが本格化していて、市場関係者を中心に大きな注目となっております。で、昨日ですね、日銀総裁人事に関して、昨日衆議院の予算委員会というのが行われましたが、岸田総理こう言ってます。主要国の中央銀行トップの緊密なこの連携、内外の市場関係者に対する質の高い発信力と受信力、これらが格段に重要になってきている。十分配慮して人選を行っていきたい。こういうふうに発言しているわけなんですけどね。そうですね。おそらくすでに報じられた人じゃないんだと私は思ってますけどね。そういうことも踏まえた発言。だって、その発言を聞いて、多分金融業界でこの件について考えてる人は、違うだろうと思った人はそこそこの数いたと思います。そうですか、この発言で。思いますよ。タイミングがそもそもおかしいんですよね。過去のパターンですと、すでにおそらく決まっているはずなんですよ。そうですね、今もう決まって言われてますね、過去のパターンだと。でなおかつ、今週10日明日ぐらいに発表されるともともと言われていて、でその大体いつものパターンだと当日朝とか前日夜ぐらいに、どっかの方メディアが報じるってことがリークしていくと、多いんですけど、なんでわざわざ月曜日のって、ちょっとタイミングがねやっぱりおかしいなっていうのがあるので、ブラフかなと私は思ってますよ。そうですか、これ岸田総理も観測気球ってポロッとおっしゃいましたよね。おっしゃいましたね。やっぱり岸田首相の、いいところでもあるんでしょうけれども、それは本当だ、私は本当じゃない本音じゃないかと思ってますけどね。そうですか、今年その4月8日でですね、黒田総裁が変わると、後任選びです。で、黒田総裁国会での答弁で、過去10年間にわたり実施してきた大規模な量的質的金融緩和について、金融政策としてそれ以外にいい方法があるとは思えないという認識を示しました。その上で 2% の物価安定目標を2年程度で実現すると宣言したにもかかわらず、10年間持続的安定的な 2% が実現できないのは大変残念と指摘。時間はかかるが金融緩和の継続で実現可能とし、引き続き経済をしっかり支え、企業が賃上げを行う下で 2% の物価安定目標が安定的に達成されるよう努める。こういうふうに語りました。島津さん、黒田総裁のこの10年間の成果、これはどう評価されますか。日本経済がずっとパイが縮小する、デフレの中でパイが縮小してみんなが苦しむ状況にあって、で縮小銀行があって、で人々の頭の中にももう日本はダメだっていう衰退論なんかがこう高まっていくっていうのを、大きく変えて、そういう意味でデフレでない状況を作ったっていうのは非常に大きな成果だと私は思いますし、これが本当にできたっていうのは黒田総裁が10年間やられたことの成果、で具体的に言うと失業、雇用状況を大きくやっぱり改善させましたし、それが結果として特に若年層においては失業率、就業率、就職率を上げたりとか、あるいはブラック企業がやっぱ減っていく、その主因というのもこの労働市場が改善したことですから、デフレ脱却、完全なデフレ脱却に至らないまでも、そうしたひどい状況を止めたというのは非常に大きな成果ですし、ここに尽きると思いますけどね、で黒田総裁、 2% の物価安定目標が実現できていない理由について、デフレの長期化によって醸成されたデフレマインドの根強さなどを
挙げています。金融緩和で市場を刺激して労働市場をタイトにして物価や賃金が上がりやすい状況を作ることが必要だとして、どこの中央銀行も同じように考えている、私どもが非常に特殊な考えを持ってやっていることではないと述べました。まあ、こうした中ですね、日銀の黒田総裁の後任人事について岸田総理、主要国の中央銀行のトップとの連携などが格段に重要になっているとして、まあ、そうした点に配慮して人選を行う考えを示したということで、まあ、先ほどの島津さんの発言になったと、まあそうですね、いうことなんですね。はい。まあただこれどうでしょう、黒田総裁、まあ、先ほど私もお伝えした通り、まだまだこのデフレマインドの根強さがあるんだということをおっしゃってますけども、はい、心の中では、まあ、例えばですね、これはまあ私の感覚ですけども、はい、まあ、各コメンテーターの、ね、お話なんか参考にして言うと、はい、消費税上げやがってっていうのと、ね、あと車の両輪のはずの財政ふかさなかったじゃないかっていう、何かそういう怒りっていうのは黒田総裁にはないんでしょうかね。怒りというよりは失敗したなと思ってますね。黒田総裁自身も消費増税の引き上げについてはどちらかというと前向きというか、まあ、容認する発言を態度を示されていましたから、はい、あれはちょっとと先にやりすぎちゃったなっていうことは、あの念頭にあると思いますけどもね。はい。で、政府がですね、まあ、この雨宮副総裁に就任を打診したという、まあ、一部の報道について、本人は政府や与党の首脳の方々が事実ではないとおっしゃったと聞いている、それに付け加えることはないと述べています。で、日銀 2% の物価目標を掲げていますが、去年エネルギー価格の高騰に加え日銀の金融緩和を背景にした記録的な円安が重なって、消費者物価指数の上昇率は日銀が望まない形で 4% に達している、まあ、そんな中新総裁に期待することなんですけれども、島津さんは何を期待されますか。まあ、先ほどその岸田総理の発言として受信力っていう話がちょっと出てましたけれども、はい、まあ、私自身は受信力っていうよりはやっぱりそのやるべき 2% 物価目標ということに対して、まあ、その雑音に惑わされることなくやられる方っていうことに尽きると思っていますね。なので、はい、まあ、市場関係者ってよく言いますけども、市場関係者ってはっきり言ってあの利害関係者ですから、はい、だって彼らが儲かるかどうかで発言してるわけなので、そうですね、自分たちが、はいはい、だから彼らの意見を 100% 聞く必要はないんですよ。だって利害関係者、それってさっきの談合の話じゃないですけども、はい、実は非常にあのリスクのある話なわけで、そういうことから言うと本当に何が必要なのかっていうことで、黒田総裁がおっしゃる通り、どこの中央銀行も普通にやってる当たり前のことをベースに、まあ、政策を遂行していく、あの昔の日銀みたいに勝手にガラパゴス的な理論、他のどこの中央銀行も経済学の理論にも乗ってないことを勝手に言って、はい、それに基づいてやるようなことはやめてほしいなということだと思いますね。はい、となると、まあ、今後のこの金融緩和をどうしていくのかってあたりが新総裁になってですね、はい、このあたりは島田さんはどう捉えてらっしゃいますか。まあ、これただ残念ながら、まあ、黒田総裁はいなくなるということ、はい、退任されるということですから、黒田総裁以上にこの物価目標に、まあ、真剣にこだわりを持って取り組む方っていうのは、はい、残念ながら今出ている候補者の中にはどなたもいらっしゃらないんですよね。ですから結果的にはあの次の方、黒田総裁が、まあ、あの退任された後っていうのはどうしても引き締め的な政策を取るような形になってくるんだろうなと、あの望み、こちらの願望とは別にですね、現実問題としてはそういうふうになりそうだなと思ってますね。今のこの日本の経済の分析の仕方ってことなんですかね。それは分析というか、そのいわゆる副作用論、先ほど あの利害関係者の市場関係者が言ってることに従わざるを得ないようような形になるということですよね。従わざるを得ないんですか、そのあたりは。まあ、そういう人を人選として今考えているというので、今出てる候補たちということだと思いますけどね。そうなんですね。そしたらでもどうなってくんですか、これ。いや、だから日本経済にとって私は、まあ、非常に、まあ、好ましくない状況に今なるなっていくという可能性が、うん、はい、まあ、懸念すごくしてます。懸念があるということなんですね。はい、はい、ニュース最前線でした。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは
MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博樹さんです。読売新聞からです。政府は去年の年末から中国を対象に強化している水際対策について早ければ2月下旬に緩和する方向で調整に入りました。中国本土からの直行便で全ての入国者に行っている新型コロナウイルス検査、対象者を無作為で抽出するサンプル検査に切り替える方針です。航空機の到着を成田、羽田、関空ですね、あと中部、こちらの4つの空港に制限している措置、これは撤廃して増便も認めるとします。これまでに入国者から未知の変異株は検出されず、全員検査の必要性は薄れたと判断しました。この水際緩和の動きなんですが、島さん、これはどうでしょうか。グローバルなそういう動きになってますから、それに足並みを揃えるということだと思うんですが、やっぱり全撤廃しないっていうのは、やっぱり中国自身が正しい情報を必ずしも出してないっていう現実の中では、私自身はここはどうしても慎重にならざるを得ないし、ゆっくりやっていくっていうことは、私自身はこれは正しい判断だと思って見てますけどね。これに関してはすったもんでありましてね。すったもんでありましてね、日本としてはそれは当然だろうと思うようなこと、別にビザ出しませんって言ったわけでもないのに、向こうが急にビザ出しませんっていうようなね、強行に出てきて、そういう国だっていうことですよね、やっぱり政治外交のやり方としてね、なので気をつけて対応しなきゃいけない国ではあるんですが、重要なのはこちら側からも正しい情報を出してもらえれば、それに基づいて判断するんですよってことをやっぱり何度も伝えると、彼らが自分たち そのメンツを保つために情報をいきなり遮断したり、正しい情報を出さなかったり報告を遅らせたりとかするっていうのは通用しないんだってことを、やっぱり言っていく必要があると思いますけどね。でその後なんか急にですね緩めたりとか、あとはバラバラだったりとか、中国国内のこの ねやり方も、そういう国なんですかね。だからやっぱりちょっとその情報の出し方が、慣れてないっていうのもあるかもしれませんが、やっぱりちょっと政権のああいう国ではなかなか正しい情報出せないっていうこともあるんだろうなと思いますね。続いてのニュースは読売新聞ですね。岩手県田の葉村というところでですね、昨日金の延べ板120枚およそ60キロが村に寄付されたと明らかにしました。寄付者の住所、氏名、こちらは本人の意向で非公表となっていますが、村のために役立ててほしいと要望されたといいます。換金した結果5億2824万円に上ったといいます。全額を財政調整基金に積み立てました。村の人口はおよそ3000人、5億円余りのこの現金、今年度の一般会計当初予算33億8000万円の6分の1程度に相当します。村によると寄付者が去年村長と面会し寄付を申し出たといいます。村は今年1月30日に受け取って東京都内の貴金属店で換金をしたということなんですね。いや、既得の方もいらっしゃるもんですね。すごいね、村愛ってんですかこれは。そういうことなんでしょうね。田野畑村に岩手県、6分の1程度に相当する金額っていうことですから、かなりな金額になると思いますし、これなんかニュースで私見たんですけども、実は村独自 その税収って、7% くらいしかなかったと思うんですよね。だから、この寄付の方が大きいはずになりますから、そういう意味でもね、ちょっとということは地方交付金で成り立っていたと、交付金成り立っているという、ことなんですね。典型的な地方の、自治体ということになるわけですけれども、本当に有用に使っていただきたいと思いますし、あとあの数字を見るとやっぱり改めて日本 その地方とのですね、その金銭的な部分どう考えるかっていうのは本当は考えなきゃいけないなって、思いましたよね。これちょっと無理な質問をあえて島津さんに今思いついたので、いいですか。島津さんが村長だったらこれどう 運用してきますか、この5億2824万ね。それまた無茶なこと。無茶、すいません。いや、私も無茶だなと思ったんですけど、これ何で運用していけばいいんだろうってこう思った時にね。そうですね、投資するわけにはでもね、なかなかいかんですか、いかないと思いますけどね。私も命までこれ投資かなと思ったんですけど、これ村としてどうなんだろうみたいなね。そうですね、やっぱ補修が必要な部分とかに補修とかですね、教育とか、インフラですね。そうですね、
あの多分老朽化してるでしょうから、そういうことに使うんじゃないかと想像します、私であれば、まあ、インフラだったら地元のね、うん、労働というもので賃金として、はい、振り分けることもできますしね、はい、村長であればそうなるかもしれません、ね、あ、なるほど、あ、そうですね、はい、ふるさと納税で何かとかそこ金銭的には関係ないか、それはね、でも、そうですね、でもこれでこの田野畑村っていうのが有名にはなりましたからね、お金は来るわ、有名にはなるわで、まあ、これを生かす手はない、そうですね、生かさない手はないですね、はい、まもなく7時です。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博樹さんです。日本経済新聞から、新型コロナウイルスの5類への移行に向けて政府はワクチンの接種計画、マスクの着用方針の調整を急ぎます。2023年度からは年1回の接種を基本にして、次の接種は年末年始の感染拡大に備えて秋から冬に進める方向で検討しています。で、小中高校などの卒業式については文科省がマスクを外しての実施を可能にする方針を決め、近く全国の教育委員会などに通知します。重症化を減らす効果は接種してから半年から1年程度、死亡を防ぐ有効性は10ヶ月以降も一定程度残るというデータを確認しています。現在のオミクロン型の対応ワクチンの1回目接種から一定期間は予防効果が見込めると見ています。年1回の接種はアメリカやイスラエルが検討しているということなんですが、まあ、こういう動きがあります。島津さん、これはどうでしょうか。まあ、結局、まあ、あの普通のインフルエンザと同じ、まあ、普通のって言って変ですけど、インフルエンザと同じっていうことですね、はい、だから秋口、10月ぐらいからでしたっけね、はい、今インフルエンザって、ワクチンが接種できる、ワクチン接種、ね、はい、進められるのが多分それぐらいからなので、はい、まあ、ワクチン接種をして、まあ、冬に備えてっていう形に、まあ、なっていくのかな。そうですね、毎年10月か11月にはもう ねワクチン接種始まってますもんね、はい、インフルエンザ、はい、なので、はい、多分同じような形でやっていくんだろうなということで、はい、まさに、まあ、5類への移行の、まあ、まあ、成果というか結果っていうことだと思いますね、はい、でこれは、まあ、まだその、ね、全部クリアになったとは言えないんでしょうけれども、小中高校などの卒業式、文科省がマスクを外しての実施を可能にする方針を決めると、でこれを教育委員会に通知するということなんですが、まあ、これだから一斉に取りましょうっていうのか、いや自由でどうぞっていうのか、うん、これによっても違うんですよね。まあ、違いますし、報道で、まあ、テレビなんかも見てたりすると、はい、あのそれぞれのところで話し合ってくださいってなっていたので、はい、これはまた教育現場とか、まあ、お父さんお母さんとかですね、皆さん頭を悩ませるんじゃないかなと、あの、まあ、現場に任せるっていうのはある意味いい点ではあるんですけど、はい、特にこういう議論のあるものだとなかなかねまとまりきれないリスクっていうか可能性があって、しこりを残したりとかね、どうしても日本の場合はこの議論があのしこりを残すパターンって少なくありませんので、はい、ちょっとねなかなか頭痛い問題だなと思いますよね、となると、まあ、これあくまでも予想ですけれども、つける人外す人まちまちってことになるんですかね。どうですかね、やっぱ学校全体で統一した基準でやってほしいってことになるんじゃないですかね、まあ、そうですか、うん、そうか、学校は学校で統一してほしい、うん、まあ、その方がね、分かりやすいといえば分かりやすいですものね、はい、はい、時刻7時12分です。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博樹さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら、日経新聞、企業倒産増える勢いが強まる。企業倒産のこの増す勢いがですね強まっていると、東京商工リサーチが昨日発表した1月の全国企業倒産件数、前の年の同じ月に比べ 26% 増の570件で、増加率は2ヶ月連続で 20% を超えました。新型コロナウイルス化を受けた実質無利子無担保、いわゆるゼロゼロ融資の返済、こちらが本格化し、中小
小企業を中心に経営に行き詰まる事例が増えているというんですが、島田さん、この数字はどうご覧になりますか。まあ、想定されてたというか予想されてたことだと思うんですよね。やっぱりこのコロナウイルスの、まあ、コロナ禍で、ゼロゼロ融資なんかが、まあ、緊急対策として行われたわけですけども、当然その融資ただではありませんから返さなきゃいけないということになるわけで、まあ、それが今だ必ずしも日本経済が復活してない、特に、まあ、インバウンドなんか見れば明らかですけども、まだ完全に国内にまだ需要が戻ってきない段階で返済が始まれば、当然返済に行き詰まる企業が出てきてもおかしくないということで、まあ、予想されてた事態が起こったと。ただこれコロナ禍で実は倒産件数で急激に減ったわけですね、はい、で、コロナの直前でだいたい月間で700件ぐらいが、平均的な、倒産件数だったので、増えてるとは言っても水準ベースで言うとコロナ禍前の水準から比べるとまだ少なくて、深刻、その個別の企業の話は深刻な話ですし、先ほど申し上げた通りまだ日本経済が完全に回復してない中で返済をスタートさせることの問題っていうのはあると思ってるんですけども、じゃあその件数そのものがなんかすごい非常に厳しい状況かっていうと、マクロ経済全体としてはまだちょっとそこまでは至ってないというのが実際のところだと思いますね、はい、でこの倒産件数の増加率、2021年5月の 50% 以来の水準ですが、この時は前の年が歴史的低水準にとどまった反動が大きかったと。2020年5月緊急事態宣言の影響で企業倒産に関わる業務が滞っていたとも言われています。で倒産は中小企業が中心で、1月に発生した倒産の負債総額 16% 減少の565億円と2ヶ月連続で前の年の同じ月を下回りました。企業倒産の動きなんですが、今後これはどうなっていくのかですね。まあ、先ほどご紹介した通り、はい、そのコロナ前がだいたい700件ぐらいですので、まあ、少なくともそれくらいまでは戻っていくんだろうっていうのは、まあ、分かるわけですね。で、そこから先どれくらいまでいくかっていうのは本当に景気状態次第というところで、まあ、景気が悪くなればさらに増えるでしょうし、まあ、景気がもし改善するんであれば、まあ、その程度ぐらいで収まるだろうというところで、まあ、まさにその先ほどちょっと議論にあった次の日銀総裁のもとで、まあ、どういう政策を取るのか、まあ、今の状況だと金利を引き上げるべきだという議論の方が多いわけですし、円安の方が厳しくて円高の方がいいんだって言ってる人も多くて、そういう政策を取ろうとしているわけですし、同時にまあ増税、法人増税含めてやるっていう方向が見えてきてるわけですが、まあ、そういう状況が本当にこの企業倒産のことを考えたときにいい政策なのかどうか、あるいはもっと言うと金融機関の方を中心によく言うゾンビ企業だから問題だっていうんであれば、まあ、倒産はもっと増えろというのが彼らのゾンビ企業論の基本的な考え方ですから、まあ、そういう人たちが主導権を握ってやる政策のもとでどうなるかっていうことだと思いますよね。そうなんですね。でもそうなっちゃったらどうなるんですか、日本の経済は。いや、だからそういうことがやっぱおかしいんだって思わなきゃいけないわけですね。だから一見するとなんかそうかなってこううまく話上手な人が話するので、なんとなくあれって思うんですけど、よくよく考えてやっぱり見ると言ってることやっぱおかしいわけで、それが何を意味してるのかっていうことで、まあ、その高いところから自分には被害が及ばないんで、そういうのはゾンビ企業だから潰れろっていう議論って私は非常に傲慢という、ある意味傲慢というか、まあ、当事者意識を欠いたような議論だとは常に思ってるんですけども、まあ、でもそういう人たちがやっぱ多かれ少なかれいるっていうことを、まあ、考えながらちょっとその選択肢を、まあ選挙も含めてですね、やっていかなきゃいけないなと思いますけどね。まあ、その今島田さんがご指摘になりました、これって今やるべきものじゃないんじゃないのっていうのを唱える人っていうのは自分の利益に関してはそっちの方が都合がいいってことなんですかね。まあ、まあ、平たく言えば、結局その倒産失業のリスクがない人にとってデフレな世界、円高でデフレになる世界って最も居心地がいいんですよね。そのだって物の価格が下がるし、人雇うのもどんどん安くなるし、賃金もね、海外旅行は行きまくれるし、倒産とか失業の心配がない、まあ、規制業界、規制業種、例えば円高だったらそれは海外行ったら優位に働きますもんね。なので、まあ、公務員とかがまあ典型的ですが、まあ、規制業界、金融業界なんかもそうですけども、そういう人たちにとってみれば、いや最後はみんながひどい目に遭うんですよ。だけどそのひどい目に遭うまでのタイムラグっていうか時間差があるので、まず真っ先に波を被らない人にとってみては、デフレ政策ってまあいいわけですよね。であとは政治家とか、まあ、財務省なんか、まあ、官僚なんかもそうですけど、経済が悪い時ほどお願いしますって
はい、みんながお願いしに来る、で自分の仕事が増えるわけですよね。なんかそういう、まあ、あの利害関係がやっぱりどうしてもあるんだと、私なんかは常にそうやって、あの、まあ、うがちすぎかもしれませんが、そうやって私は見てるので、そういった議論ってやっぱりおかしいんじゃないのってやっぱ思ってしまいますよね、はい。さあ、それでは続いてこちら行きましょう。日本経済新聞、日本国債売り海外勢継続。海外の投資家が国債売りを継続する構えを見せています。日銀が1月に現在の金融緩和政策の維持を決めた後も国債売りの持ち高減っていません。国内のインフレ、市場の歪みなどを背景に政策の持続可能性が低いと見る投資家が多いようです。円買いで利益を得ようとする海外勢も出てきていて、緩和縮小を見込む取引が広がりを見せつつあるというんですが、この日本国債売り、これはどうご覧になりますか。まあ、これも先ほどご紹介した通り、はい、黒田さんはいなくなる、黒田総裁がいなくなることは、はい、あの総裁をお辞めになることは、任期満了になることはもう規定路線、で、はい、その規定路線に加えて黒田総裁と同じか黒田総裁以上に緩和に積極的な総裁は今のところ現れる可能性がほぼゼロ、はい、ということを考えると、まあ、普通に考えれば円高になるでしょうし、金利は上がるという、はい、まあ、そういうトレードをするのが当然なことだと、あの、マーケットにいる人間からすれば当然のことで、まあ、そういう状況になってるっていう、まあ、そういうことですよね。そういうことなんですね、うん。で、財務省によると外国人投資家、日銀の金融政策決定会合直前の1月8日から14日にかけて中長期債を4兆円近く売り越しました。海外勢の国債売りが本格化した2022年6月以降の累計では1月14日までに14兆円を売り越しています。この動きはいかがでしょうか。これ2022年全体で見てもだいたい14兆ぐらい海外投資家が売り越ししているような統計になってるんですけども、一方でじゃあ日本の投資家の外国債券の投資、海外の債券の投資が17兆円売り越してるんですね、はい。だから、あの、日本の金利が高くなりそうだということで、海外の、あの、ものを買うとどうしても為替のリスクを負わなきゃいけないじゃないですか、はい。その商品、債券が変動することによるリスクに加えて当然円以外の通貨であるので、はい、その為替のリスクも二重にあるわけです、はい。それよりは日本の投資家は国内で投資した方が普通はいいわけですね、為替のリスクがない分だけ、なので、まあ、先ほど申し上げたような金利が上がりそうだっていうことで、外国人は、まあ、日本国債売りとか円高の、まあ、ことを仕掛けてるわけですけども、はい、日本の投資家はそれによって金利が上がると思って海外の国債を売って日本の国債にまあ回帰しようとしているというところで、まあ、そのバランスがどこに落ち着くかによって、まあ、日本の金利の居所も、まあ、為替の居所も、あの、最終的には決まってくるんだと思ってるんですけども、特に為替市場の方は、あの、どうしても円高の圧力の方が高まりそうだなって私は思っていますね。為替はですね、はい、これその日本の国債売りが続いていくと何か経済には影響は出てくるんですか。あの、まあ、国債売り、先ほど申し上げた通りこれ国内の投資家と海外の投資家の綱引きになるので、はい、まあ、どこら辺で落ち着くかっていうことに、まあ、尽きると思うんですね。ただ日本の、あの、国債の売買ということでいうと、依然として日本の投資家の影響力の方が強いので、はい、日本の投資家さんが、まあ、買おうとすると、まあ、思いのほか金利は上がらない、はい、あの、日銀が金融政策を多分それなりに緩和をやめていくというのが今私の見方ですし、まあ、黒田総裁がいなくなる以上そうならざるを得ないと思ってるんですが、じゃあ金利がなんか明日にも 2%3% にもなって、はい、なんかギリシャになるみたいなこと言ってるんですけど、はい、それはちょっと全然極端な見方で、現実的な、ね、はい、金利は上がるでしょうけども、はい、あの、日本の投資家が海外から国内に戻ってくることによって、あの、そこまで激しい上昇にはならない。ただ、まあ、一定の上昇は、まあ、あるよねと、ある、はい、ことだと思ってますけどね。まあ、そのだから一定の上昇がどこになるのか、これはまあちょっとわからない、うん。まあ、そうですね、あの、投資家のその動き、海外の投資家がどこまで売り仕掛けを、金利を上げる方向の投資、はい、投機をしてくるかと、まあ、日本の投資家がそれにどれくらい、まあ、乗ってくるかというか対応するかと、まあ、日銀の次の総裁がどの程度本当にその緩和をやめていこうと考えるかっていうのもこのパズルだと思いますね、はい。これその今緩和をどのくらいっていうふうなご指摘がありましたけれども、ソフトランディングを目指すわけですよね。そうでもないんですか。まあ、普通はそうなんですけども、はい、ちょっと今出てる議論なんか見ると、
少なくとも緩和をやめること、そのソフトランディングと同じぐらいかそれ以上に、その緩和をやめることに軸足があるような議論がこう散見されるので、なんかどうそうするとソフトランディングにうまくできるかどうかっていう懸念は私は持っているんですよね。議論がちょっと先走りしすぎているので、はい、これ、まあ、日銀の話ですけれども、日銀審議員が何人かいます、はい、そこで会合というか話し合いが行われますよね、はいはい、でもやはり総裁の意見というのは強いんですか。まあ、スタッフの数が違いますし、やっぱり組織としては社長に組織は基本的には従わせる形になって、副社長とか執行役員の力っていうのはやっぱり相対的にどの企業も限られてると思うんですけども、まあ、それと同じようなことが、まあ、日本銀行っていう組織についても当てはまるということです ね、 そうですね。だから総裁が変わると方向性も変わっていくということなんですね、はい、そうです。はい、続いてはこちら、読売新聞、訪日客消費目標20万円。観光庁は新たに策定する観光立国推進基本計画で、2025年の訪日外国人の旅行客1人当たりの消費額の目標を20万円とする方向で最終調整に入りました。コロナ禍までの2019年から引き上げて日本経済への恩恵拡大を目指します。岸田総理、去年10月臨時国会の所信表明演説で訪日外国人旅行消費額の年間5兆円を超えるこの達成を目指す、こういうふうに述べています。訪日客1人当たりの消費額の目標を20万円とするという、まあ、こういうニュースなんですが、島さん、これはどうでしょう。まあ、今現状がこれ、読売新聞によると 15.9 万円が、はい、コロナ禍前の19年の数字だそうなので、はい、まあ、そこから増やしていこうということだと思うんですけども、これでも単純に円安にすれば、はい、まあ、別に何もしなくても円換算した場合にはこれくらいにはなるわけなんですね、はい、本来はね、円安になればね、円換算する、はい、そうなんですよね。だから、まあ、悪い円安の人たちからすると、まあ、悪いんでそれは困るって話なのかもしれませんが、はい、まあ、輸出と一緒で、まあ、一種のこれ輸出に当たりますから、はい、まあ、円安にすれば簡単に達成できますよとは思うんですよね。まあ、だから為替は当然、経済のその実力、ファンダメンタルズに応じた水準が望ましくて、そこで安定的に推移するのは望ましいんですけども、はい、本当に円高がいいんですかっていう議論も想起させる話ではありますね。あと根本です。まあ、今朝の島津さんのご指摘もありましたけど、まず今は国内の景気もデフレ脱却、はい、国内の景気良くしていく、まあ、こういうインバウンドにね、まあ、このもう一つのこの一助にはなるんでしょうけれども、はい、これよりもやっぱり国内のこの内需の需要っていうの、需要を高めていくっていう、そこに政府っていうのは全力を挙げてもらいたいんですけど、それ違ってますかね。いや、その通りだと思いますよ。だからさっきのゾンビ企業議論も、はい、結局そういった景気がまあ暖かくなって人手が足りないんだと、はい、で人手足りないんだけど給与払えませんよという企業は倒産するのは私は仕方がない、まあ、まさにそれを助けたらゾンビ企業一種の形だと思うんですよね、はい、ところが、まあ、そうやって、まあ、そのブラック的な行動している企業が減るような形でいつまでもブラック企業が残っていくような社会じゃない方が好ましいし、はい、そこで淘汰が行われてその競争力が高まっていくっていうのが望ましい姿なので、その第一歩でやっぱり内需を強めていくようなマクロ経済政策を行うっていうのは本当に正しいというか普通の考え方だと思うんですけどね、私も。となるとこの日銀の動きっていうのもそこにはリンクしてきますからね。まあ、そうですね、政府日銀のまあ財政、はい、金融政策をまあどういうふうにやっていくかって非常に重要なポイントになりますよね。となると島津さん、今朝こうやって島津さんとお話してると日本って本当に今岐路に立たされてるってことなんですね、経済的に見ても。まあ、岐路に立たされていて、はい、で、まあ、アベノミクスでこういう状況になったわけですが、なぜか知らないですが、まあ、アベノミクスに対する批判がどんどん強まっていて、はい、でその批判っていうのは、まあ、そのはっきり言ってちょっと普通の経済学とは違うようなこと、あるいはちょっと考えてみればおかしなことっていうのはたくさんあるんですけども、それがメディアを通じて、あるいはまあ専門家と名乗る人たちがまあそういうことをまあ吹聴してるっていうところを、やっぱり私たち有権者としてもそこを認識して、
あの発言というか考えていかなきゃいけなくて、はい、本当に人事じゃないし、ようやくここまで来たデフレ脱却、まあ、デフレじゃない状況まで来た状況 で、でもう少しで、まあ、賃金もちょっと上がってくる雰囲気が見えてきてますから、はい、あと一押しなんですが、そこで全てを台無しにさせるようなことっていうのが本当に行われてしまうのかなと、行われた場合っていうのはまた何十年もひどいものに遭うよねっていうところは本当に重要なことだと思いますけどね。まあ、比較的声の大きい人の意見というのは耳に入りやすいわけですが、うん、その人がもし自分のポジショントークというか自分の立場しか考えてなかったとするならば、日本のことよりも、はい、となるとこれ大変この将来が不安になってきますね。まあそうですね、やっぱり声が大きい人、あるいはどうしても先ほど申し上げた通り、そのいわゆるマーケットの声みたいなものって、はい、利権団体の集合ですからね、あの別にマーケットの声って何かがあるわけではなくて、はい、そこのなんとか団体ってね、金融銀行協会とか、はい、証券業協会とかそういう協会があって、そういうところに人たちが言ってるっていうのは、はい、必ずしも日本国全体の話とはやっぱり連動しない部分がどうしても業界団体でしたからね、あるわけで、やっぱりそのことを認識していかないと、はい、なかなかあのいつまでたってもあの元の変わった日本だけ変なことやってんなって海外から見られる、海外はそう見てる、そうですね、マクロ経済、何も分かってないなって思われていくっていうことになるわけですよね。そうなんですね、はい、続いてはこちらです。日経新聞、総負債インド GDP の 1% 超、不正会計疑惑などを指摘されたインドの新興財団アダニグループの問題、収まる兆しが見えないという記事、増資の撤回に追い込まれ株価下落に拍車がかかっています。上場10社の負債総額は日本円でおよそ 5.4 兆円で、インドの名目 GDP の 1% 超に達しています。アダニをめぐってはアメリカの投資会社が先月、グループが長年にわたり不正会計や株価操作を行ってきたと主張、財務基盤が不安定で流動資産が少ない会社が多いとも指摘しました。アダニは疑惑を否定しましたが、グループ企業の株価は軒並み下落しています。時価総額疑惑の提起からおよそ1週間で半分近く失われました。アダニはグループ内に多数の非公開企業を抱えていて、負債総額はさらに膨らんでいる可能性が高いといいます。この問題は島津さん、どうご覧になってますか。まあ、景気の局面というか、はい、まあ、マクロ経済政策が変わる局面、特に金利が政策が変わる局面で、まあ、出てきがちな話なんですよね。そうなんですね、こういうものが、はい、なぜかというと、はい、金融緩和が行われる局面というのはやっぱりどうしても全ての企業が借り入れしやすい環境になっていきますから、利率が低くなるんですからね、はい、金利が低くなっていくので、まあ、その企業がレバレッジ、テコを使いながら、借り入れというテコを使いながらどんどん、まあ、企業規模を大きくしていくっていうことがあるわけですね、はい、でその時っていうのは企業の持続性っていうのは低金利が続くことを前提に、まあ、大体、まあ、計算されてるとか計画されてることが多くて、はい、どうしても甘く計画の方も甘くなりがち、ところが金利が一旦上がり始めると、当然その利払いが膨らんでいくっていう局面が起こるわけですね、普通の企業の場合は、そういう時に、まあ、なかなか対応が難しくなってくる。で、難しくなってくると、まあ、特にこういうグループをたくさん持ってる企業なんかは、はい、内部での、まあ、付け替えじゃないですけども、まあ、その内部でのいろんな取引なんかを通用し使いながら、ごまかしっていうのは変ですけども、その金利の上昇に耐えようとやっていく。でそれがまあ破綻する日が来るわけですね、はい、でアダニ自身がそういうことをやってるかどうかっていうのは私自身はちょっと財務分析してないので、まあ、どっちの言い分も何とも言えないなと思って見てるんですが、はい、少なくとも負債が大きいっていうのは、確かな話なので、こういう金利が上がる局面ではそういう企業はなかなか厳しい状況に、まあ、立たされるっていうのは、まあ、普通のことで、そういうことが起こってるなということだと思いますね。だその負債の総額が、まあ、上場10社の総額がインドの名目 GDP の 1% を超えてると、まあそうですね、いうことなんですね。なのでまあ非常に大きいわけですから、まあ借り換えするにしても非常にまあ大変なわけですし、金利がちょっと上がるとそれだけ利払いが負担が多くなるっていう、はい、まあ、そういう中ですよね、はい、でこのアダニはですね、インフラ関連事業を中心に発展してきた新興財閥です。で近年も買収などの拡張路線が際立っていました。でグループ会社の株式を担保に資金を借り入れてきたこの戦略、転換を迫られていると言います。取引先の金融機関も含めた信用懸念につながっていて、取引のある国営銀行の株価下落
宅にまでつながりました。で、インドの中央銀行の総裁は会見で、今回のような個別の案件の影響を受けないほどにインドの銀行システムは大きく強度があると、まあ、こういうふうに強調したということなんですが、インド大丈夫なんでしょうかこれ。まあ、インドもともとちょっと金融システムに不安がある中での話なので、はい、必ずしも大丈夫とは言い切れないなという不安があるのが一つと、はい、あとはちょっとこの問題がちょっと政治の方に飛び火して、あのアダニグループちょっと政治の関係も強い企業ということで、はい、政治の方にも飛び火する兆しがあるので、そうなるとちょっといろんな政策がうまく、あの正しい政策が打ち出しにくくなるということで、私自身はあの必ずしも全てうまくいくとは思えない、ちょっと厳しい状況になりそうだなと懸念はしていますね。はい、これ厳しい状況になると実際にこのインド経済って何かどうなっていくんですか。一番厳しい状況になるパターンっていうのは、はい、やっぱ金融機関がまあ不良債権なんかがまあ高まる形で信用不安が起きる形で、まあ金融システムがあの動揺する、はい、これが一番インド経済にとってはあの致命的になりかねないというところで、まあ、そのリスクがやっぱりどうしてもありますし、はい、そうなった時に政府が助けるっていうのが普通なんですけども、はい、先ほど申し上げた通り政府とのなんか癒着みたいなことがこう報じられてたりすると、あのどうしても必ずしも助けることがそれは癒着の結果なんじゃないかみたいなことになると、必要な政策でもやりにくくなるわけですね、はい、で金融システム不安って時間が経てば経つほど深刻化してしまうので、まあ、そういったことが結果的にインド経済に打撃を与えるリスクっていうのはちょっとありそうだなと。これ正しいその、まあ、インド政府の対処の仕方っていうのは、まあ、癒着除いてですね、はい、どうすればいいんですかこういうのっていうのは。まあ、でもあの企業に対してやっぱり債務の見直しを、まあ、金融機関が迫っていくはずなんですけども、はい、まあ、そういうふうな流れを作っていく、で足りない部分は政府が一時期でもあの支援をするような形で、はい、まあ、あの金融システム全体に影響が及ばないような形を作っていくっていうのが、まあ、望まれる政策ではあるんですが、はい、先ほど申し上げた通りその癒着の問題とか、あの、まあ、世論の問題があるので、はい、まあ、どの国でもこの手の話は常に難しい、民間企業をどうするかって非常に難しいんですね。なるわけですね。島田さん、先ほど、まあ、インドは特にこの金融システムがちょっと弱いという、これは何が原因でそうなっちゃってるんですか。あの消費者信用とか住宅とかで、はい、あの傷がずっとあって、その傷がずっと不良債権処理が必ずしも 100% 進まないまま今に至ってってるんですね。やるやるとずっと言ってきて、はい、資本注入の話とかもずっとあったんですけども、うまく議論が進まないまま現在まで来ているので、そこにこれが加わるとやっぱりちょっと、やっぱり金融システムに対する不安が、まあ、広がりかねないというところではありますね。まあ、その点日本は大丈夫ですか。まあ、今のところ日本は大丈夫ですけどね、まあ、の過去のまあ反省を生かしてありましたものね、はい、過去に、はい、時刻7時35分です。時刻7時36分です。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博さんです。日経新聞です。日本マクドナルドホールディングス、昨日2023年12月期の連結営業利益が前の期に比べ 4% 増、350億円となりそうだと発表しました。減益となった2022年12月期から回復し、2年ぶりに最高益を見込みます。1月には8割の商品を値上げして採算改善につなげるのが狙いです。ただ客足への影響も懸念されています。宅配持ち帰り需要に対応する店舗投資の焼却費も膨らみます。利益成長、これを続けるにはこうした課題の克服が鍵となると出ていますね。フライドポテト、ハンバーガーのバンズなどは輸入原料を使うため円安の影響が大きく出ています。今年1月対象商品を値上げして、ハンバーガーは3度の値上げで110円から170円になっています。まあ、この日本マクドナルドですけれども、12月期、2023年12月期の連結営業利益前期比 4% 増、350億円となりそうだと、こういうふうに発表しましたが、これはどうなりますか、どうご覧になりますか。まあ、マクドナルドといえばやっぱり昔はデフレ企業っていうんですかね、はい、デフレ企業で、まあ、はい、勝ち残ってきた企業の代表格というふうに言われてたわけですけども、まあ、なかなかそれが、まあ、デフレじゃなくなるアベノミクスの中で、途中結構その経営がいろいろ右往左往するような形になったと思うんですけども、はい、まあ、結果的に
に今のこの状況に対応して、350億円ということで、まあ、この最高益を見込むということですから、はい、まあ、うまく対応してきたということだと思うんですよね。なのでこのデフレの中では価格が安いことに全ての軸足があったりとか、はい、まあ、縮小均衡ということが、まあ、当然視されてきたわけですけれども、はい、まあ、それじゃなくて ある程度お客様に価格を、まあ、お願いしつつ、まあ、自分のところでその魅力的な商品開発をするっていうその新しいサイクルに、まあ、うまく、まあ、乗ってきたということで、まあ、こういう企業が増えていけばいいなと私自身は思ってますけどね、まあ、一方回転寿司なんかね、うん、値上げをしてお客が減っちゃったみたいなところもあるようですもんね、はい、まあ、そうですね。だからお客様に満足していただけるような形でどうやって、はい、まあ、価格の値上げと引き上げと、まあ、客数を保っていくかというのは重要なところだと思いますよね、はい。ところで日経新聞ですが、パンパシフィックインターナショナルホールディングスが昨日発表した2022年7月から12月期の連結決算、純利益が前の年の同じ時期と比べ 22% 増、367億円と同じ時期で最高となりました。ディスカウント店ドンキホーテで展開するプライベートブランドの食品や生活雑貨がインフレ下で人気を集めたほか、訪日客向けの免税品の売上も回復したといいます。売上高は 7% 増加の9784億円でした。ドンキホーテ好調なんですね。まあ、そうですね、先ほどの出ていたプライベートブランドの食品なんかは、はい、テレビなんかでもね、結構特集なんかされてるようなので、はい、まあ、そういうのが一段とその知名度として、ドン・キホーテがそんなのやってるって私なんかも全然知らなかったので、まあ、そういうのがまあ周知されてっていうことだと思いますよね。私は結構買いますね比較的安いですからね。あ、そうですね、安いみたいですね。プライベートブランドになってましてね、うん、最初恐る恐るだったのが、まあ、今比較的安心して買ってるっていう確かに飲み会とか、そのバーベキューとかする時のお酒なんかは、はい、ドン・キホーテで確かに、調達したり私もしてます ね、はい。時刻7時40分です。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。文化放送おはようテラちゃん。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津裕樹さんです。お伝えしておりますように、今日は日中おおむね晴れてお天気いい良いんですけれども、明日ですね、心配なのが上空の寒気と低気圧の影響で、関東甲信では明日を中心に、特に先ほどのお天気報でもお伝えしましたけれども、昼頃から雪のところが多くなりそうだという予報ですね。東京都心部を含む平地でも広く積もる恐れがあるとして、気象庁昨日路面凍結による交通障害などに注意を呼びかけました。都心部では明日昼ごろですねから、この通勤、午前中の通勤時間帯早ければ、まあ、ここに重なる可能性もあるということなので、まあ、今後の気象情報をどうぞご注意ください。で、関東甲信は明日の午前から広い範囲で雪が降り、午後には沿岸部を中心に雨に変わるという予報なのですが、山沿いですね、あさってにかけて雪が続く見込みもあると、まあ、これも何度も申し上げておりますけれども、この寒気の入り具合によってですね、気温が低いと雨に変わるところが変わらずに雪のまんまっていう可能性もありますので、今後のこの気象情報ですね、どうぞご注意ください。いや、これ心配ですよね、毎回ですが。まあ、心配ですよ ねやっぱり滑るっていうのは、車の方も、東京の場合は、普通タイヤの車がまだまだ多かったりするので、はい、ちょっとした坂道とかね、まあ、いつも毎回雪が少しでも降ると立ち往生したりとか、はい、まあ、スリップ事故にもつながりますしね、ですし、まあ、歩行者の方も前ちょっと話したかもしれませんけど、はい、東京の方傘さすって話したじゃないですか。しました。いや、あれ驚きましたよ。まあね、いや、刺すのは別にいいんですけど、やっぱり両手が塞がる、はい、まあ、少なくとも片手が傘さすと塞がっちゃいますので、特に滑りやすいところとかはね、やっぱ気をつけて歩かないと、はい、まあね、ちょっと転んだだけでも大きな怪我につながることってあるじゃないですか。ね、脊髄っていうか背中の方がとかね、だから本当に気をつけていただきたいなと思います。
ますよね、まあ、宮城の方のね、出身の宮城の方の雪はサラサラ比較的してるからっていうのもにあの日本にある東京の雪ってベチャベチャしてるからこう洋服につくとビチャーってなっちゃうっていうのがあって、だからもうね物心ついてから雪は傘を差すもんだってなってましたけれども、そうですね、やっぱり、まあね、とあのところによっては違うってことなんですね。違いますね、まあ、でもやっぱりリスクがありますので、ね、やっぱり両手あった方が何かあった時には、はい、安全では安全でありますし、だったら防水の帽子とかね、はい、レインコートとかそういうので、まあ、レインコートって寒いからもうちょっとね、はい、防水効いた、うん、洋服など着ての方がいいんですね。あとまあ女性の方、冷えが、ね、高いものはなるべく避けた方がいいと思います。もうそれこそ滑り止めのついたようなこの靴の方が安心ですね、はいはい、そうだと思いますね、はい。さてこちら先ほどもお伝えしましたが、厚労省にですね新型コロナウイルスの対策を助言する専門家の皆さんが学校の卒業式入学式でのマスク着用について、参列者同士が距離を空けることなどを配慮した上で着用しないことも考慮されうるという見解を示しました。政府はマスク着用についてコロナを感染症法上の5類に引き下げる5月8日よりも前に個人の判断に切り替える方針です。ただ学校の卒業式ではさらに早く外せるようにすることを検討中で、専門家に見解を示すよう求めていました。まあ、卒業式もありますし、あと4月入学式もありますからね、こういった時にじゃあマスクどうするんだと、この番組でも昨日そういう話題には出てたんですけれども、まあ、この専門家の皆さんは、まあ、このあたりは、まあ考慮してくださいということのようですね。そうですね、はい。まあ、やっぱり晴れの舞台になりますから、はい、まあ、感染が心配である一方で多分親御さんとしては写真とかどうしても撮りますから、ね、やっぱり一生に一度のそういうシーンなので、はい、やっぱりマスクだとなかなかねその、見栄えがしないと変ですけども、後から振り返る時になりますから、はい、できれば外してっていうのは皆さん思うんでしょうからね、いや、 やっぱりこの口元も取っておきたいじゃないですか。いや、そう思いますよ。ね、場合によってはお召し物も着てるものもいろいろその日のために、はい、ね、合わせてるわけですからね、ぜひって思いますね。あと笑顔ね、目だけじゃわからないっていうところもあるじゃないですか。あと緊張感だとか ね、 それがまた後日いい思い出になるわけですから ね、 まあ、できればマスクなしの方がね、できればですけどね、できればなんですけど、まあ、感染との関係だとは本当で思いますけど ね、 まあ、この判断をですから、はい、まあ、教育委員会に下ろしてそこからどう判断していくのかっていうところですね、はい、はい。今朝のコメンテーター島津博樹さんでした。島津さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後はお隣さんお送りします。おはようテラちゃん、また明日。今日もいい一日になりますように。